はーい、ちっちゃいみんな、こんにちは。今日はアリケンのクリエイターサポートを教えるよ。アリケンのクリエイターサポートをすると、アリケンの体重が1人につき1キロ増えるよ。クリエイターサポートの ID は簡単。ARIKEN。N は1個、アリケンで入れてね。そしたらアリケンが太りすぎて爆発するよ。3、2、1、ドーン。さあ残り24パーティーボブ、さあアンチギアを切って次のアンチに入っていきたいと思っているか。しかしここはもう一度ジャンプパッドをしよう。さあアレンが進行してボブが後ろを締めてやってくる。さあグランドファイナル、さあ52ポイントなのでね。さあビクロイしなきゃしんどいです。さあビクロイできるんでしょうか。さあグランドファイナルへの切符をかかっているこのビクトリーロイヤル。ここはアレンがハイグライ取って、さあハイグラ勝負。ボブが一気に縦積みで上に登っていく。さあ上にはムコニックがいるぞ。さあハイグラを取ってボブが上から有利なポジション取った。オーマイガー。さあボブがハイグラを取って、さあ一気にこのゲームを有利に進めることができる場所に来た。さあ伸ばしてここは壊されてしまうが、ボブつけている、つなげている、いい判断ですね今。さあハイグラを壊されないようにしっかりつなぎきったボブ。さあ下ではアレンがあった戦っているのか。さあボブも強気で倒しに行くね。さあここは上を取られちまった。うわ、え、アレン落ちたよ。さあボブ一人でクラッチできるか。さあアレンが落とされて一人になってしまったボブ、さすがにきついか。残り11パーティー、一度アンチ外待機をします。さあ目の前チャグスプが落ちている、これはラッキー。ワンスタック増えてミストもある。さあこれはミストをゲットして、ショットガンをゲットして、さあアンチ内にチャグスプをつけながら、さあ移動していきます。さあ目の前にアイテムがあるが、資材をゲットして、さあアンチに向かっていく。ミストを使いながらアンチの中に入っていきたい。さあこれは一番いいポジション取れたぞ。さあ資材もたくさんある。さあボブ一人でビクロイできるのか。ビクロイできないとクオリファイできないぞ。さあアンチ移動、ボブとは真反対の方にアンチが移動しているが、ここは一か八かのローグラムーブ。あーっと落ちてしまったが、ここはアンチ外で耐える。さあその判断、吉と出るか凶と出るか。さあここでチャグスプも全部使い切ってしまった。純粋なソロ。さあたった一人でグランドロイヤルへの切符を掴むことができるのか。しかし相手はデュオ、さすがにしんどいか。うわあ、ここは横っ飛びジャンプ成功。ムーコニックをさあハリアナ通すショットガンで倒していく。目の前ローグランに行った敵も落としきる。さあクラッチしているぞボブ。さあしかし目の前はデュオだ。さあ残り 1v2、 さすがにデュオはしんどいか。 HP146。 さあ 1v2 2v1。 さあボブの運命、さあここでスタックしてしまう。アンチ外に行ってしまう。さあやばい、いやこれは負けたな、これは負けたな。え、これも HP ないからもう無理だよ。いやもう HP 差が60しかないもん。 HP これは負けたかなボブ。 HP がなさすぎるもんな。え、100ダメージ、うわーうわー。さあここはメイシートラギス。さあローグラを一気に走って次のアンチで抜けていきます。さあ後ろにはトラたちがいる。さあ FNCS ヒートも、さあ残り数試合となってきました。ここでクオリファイ、グランドファイナルに行くためにはビクトリーロイヤルが必要です。さあここはメイシーからのディカポをもらって、さあ目の前カウンターで175、これなんですよね。さあ扉を開けたらそこには一面のラギス畑。さあしっかり 青ストライカーショットガン最大ダメージを叩き出していく。さあたくさん敵がいるが、ここは一旦資材を渡していきます。さあデカポを飲んで、さあメイシー PC がアンチ移動、後ろでラギスが切っていく。目の前にはコヨタ。さあこれ危ない、ワイルドホークとコヨタにはぶつかりたくないところだけど、そこを狙うのがラギス。さあ針の穴を通すような戦術だが、後ろのアンチがいる敵を全部ボコボコにしているぞ。さあ隙間から敵を倒して、ここはコヨタを撃破、後ろに戻って資材を回収。さあしかし下回復がないのであまりアンチ外には出られないので、さあここはさあ思った以上に資材を取れなかった。さあミニポを飲んでデカポを飲めば HP160 の完成っしょ。
残り8パーティー。さあこの2人ビクトリーロイヤルできるのか。さあ紫ポンプをもらったぞ、紫ショットガンをもらったぞ。さあこれでラギスが、さあ羽ばたく準備ができた。クラッチ王に持たせたらいけない武器を装備させてしまったぞ。さあここは一気に突っ込んでいくラギス、ショットガン当てればいいんでしょという顔している。さあいいですね、残り7パーティー10人。さあショットガンを持ってから勢いが違う。さあラギスまたキル、そして資材をゲット、ローグラムーブをかましている。デカポは3つもいらないと。さあ捨てておけ、ジルミストを取って後ろの敵に76。さあアーマーはもう少し削れるぞ、残り3パーティー。さあ残り3パーティーぐらい、クラッチ王の座において全てを葬り去る準備ができた。さあ周りを壁で囲って、さあ上からの圧をしっかりとガードしている。さあ横から来ている。さあ目の前にはユキ。さあここは最大ダメージ、その距離はラギスの距離。さあショットガンで全員倒して現在合わせて5キルずつ、メイシーとラギスが止まらない。残り 1v2、 落ち着いて戦えば有利なのはラギスとメイシー。うわーなんで、何を何がどうした。さあもうショットガン一発当てて焦ったところを倒していく、なんでそれが当てれるんだ。ラギスとメイシーグランドファイナルクオリファイ、おめでとうございます。さあ残り24パーティー46人。さあでもワイルドホークいい感じに、いいね、いいところ通ってる。ワイルドホークか何か分かんないけど、多分8位ぐらいだと思うよこのポイント。だからまあキルポいっぱい取ってもグランドファイナルクオリファイするね。さあローグラを移動してクロッパを食べていく。さあ後ろはコヨタ、クロッパを一匹上げて、さあ後ろから突っ込んでくる敵を倒していきたい。さあコヨタがやられてしまったが、ここは張り替えに勝てないワイルドホーク。さあワイルドホーク114ポイントじゃ正直6位以内に入ってるかも分かんないぞ。ここはできるだけ生き残ってポイント稼いでどうにかしたいところ。さあもうちょい順位が欲しいところではある。123ポイント。さあ後ろからまず CCC ゾンジョを倒して、もう一人倒したらでかすぎなんでそれができるのか私にはよく分かりません。さあ一気にキルポイントと順位を上げて、さあフル回復。さあできるだけ順位を上げたい、上に登っていく、一か八かの判断。さあミニポならいっぱいあるぞ。さあもうちょっとキルポが欲しいワイルドオーク、多分まあ順位もだけどキルポ取らなきゃって思ってるだろうね。いや順位上げろ、順位上げれば上げるほどクオリファイ確率上がるよ。さあ資材使って、さあアンチの中に入って、さあ目の前にはバッコーがいるぞ。いや9いいよ、順位上げろ、順位上げろ、ワイホ順位上げろ。さあ真下にいる、あーここは倒していく。さあ金のストライカーショットガンゲットして、さあクラッチの準備はできた、残り24資材。さあ8位まで来て、これほぼワンパーティーだぞこれ、7部隊6人ってさほぼワンパーティーだぞこれ、実質ソロです。さあ実質ソロの FN シリーズです。うわー倒した、うわー倒された。まあでもいいんじゃない、131ポイント、どうなんだろう、結構いってんじゃない。さあ2人残ってるのはこの下の方やな。さあ1人倒すジャエモン、88ポイント。さあビクロイすればグランドファイナルだぞ。さあ上ではソロのパーティーが2人います。いやこれでも勝ったかな、ここのさすがに2人は熱いし、上がやり合ってんな。さあここは1人落として、さあ最後の1人も倒していきたい、残り HP が少ないぞ。さあここはトラが倒してビクロイ、さあそしてフィニッシュ終わっていきました。グランドファイナル結果見ていきましょう。おーさあここが、そしてワイルドホークたちもビクトリー、クオリファイおめでとうございます。ビクロイ、あ遅刻してませんからね。あのもしこれ動画になるとき、編集者さん、あたかも俺がちゃんと FNCS やってるって言ってくださいね。 お願いしますよこれいいですか、編集者の人いいですか、絶対使わないでくださいよ、ここ振りじゃないですからね、うん。